はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。やってまいりました、フロリダのお土産プレゼント企画の動画でございますね、うん、今回これだけのプレゼントあります、はい、全部で8点かな、うん、応募方法はこの動画の最後の方で言いますので、最後までぜひご覧になってみてください、うん、じゃあ一つずつ見ていきましょう。イエイ。はい、ではまず1点目ですね、うん、こちらです。ファーストオーダーのタイファイターですね、うん、はい、これエイシン君何なんだっけ。ポップコーンバケツ。そう、ポップコーンバケツなんですね、うん、蓋があってこの中にポップコーン入れるってやつね、うん、これはですね、ディズニーハリウッドスタジオってところの、デザートパーティーってのがあって、うん、でそれに参加した人がもらえるやつですね、うん、花火も特等席で見れるやつですね、うん、いいんだよね、あれ。そうそうそう、これは内用です、うんうん、内用に組み立てたものです、はい、で実際はですね、こちらをお送りしたいと思います、はい、未開封で、組み立ててもいません、まあ、うん、組み立て簡単なんだけどね、はい、こちらが一つになります、はいはい、続いてこちらですね。これはバハマのポシェットになりますね、うん、うちらね、ディズニークルーズっていうですね、うん、船に乗ってその2日目にバハマのナッソーっていうところに降りたんだよね、うん、動画にはしてないんだけど、はい、そのマーケットで購入してきたものです、うん、ここにちゃんとバハマって書いてある。書いてあるよね。で、バハマらしくすごくカラフルなポシェットになってるね。かわいいよね。かわいいね。で、ここ2つチャックがあって、ここにちっちゃなものが入って、ここにも大きなチャックがあって、それは全体的に入るやつ、まあ、そんなに大きくないんだけど、はい、ポシェットが1点です。はい、続いてこちらです、うん、ディズニークルーズのツムツムです、はい、これね、かなりレアだと、うんうん、なんでかというと、どこでも売ってない。そう、どこにも売ってないんです。ディズニークルーズの中でしか購入できないツムツム、限定のツムツムになってます、はい、日本のね、なんかオークションみたいなところでもかなり高価に取引されているものなので、うん、かなりレアだと思ってます、はいはい、ミッキーとミニーちゃんのペアで、ワンセットにしたいと思います、うん、はい、続いてこちらですね、ディズニーのハンドスピナーですね、うん、これ、あ、そうだよね、これは宇宙に買ったやつです、はい、フィジェットスピナーって言ってアメリカからね、このハンドスピナー流行り始めたんだけど、うん、それのディズニー版になってます、はい、はい、中身こんな風になってて、ここミッキーがいるでしょ、うん、で、ここミニーちゃんね、うん、で、これがシンデレラ城かな、うんうん、で、これがね、それぞれ押すことによって光りますね、うん、光るタイプのハンドスピナーです。カラフルになるよね。綺麗だよね、うん、で、しかも2回目押すことによってこのね、パターンが変わるのよ、光のパターンが、うん、これでさらに面白くなる。そう、もう1回ずつ押すとまた違う色に変化しますね。はい、いいよね、うん、で、もう1回押すと消えるというハンドスピナーです。面白い。続いてこちらですね、うん、これは歯ブラシになります、うん、ライトセーバー型の歯ブラシです。歯ブラシ、実はね、エイシン君もヨーダもライトセーバー型の歯ブラシを使ってるんだけど、うん、それのダースベイダーバージョンです、はい、ここにね、ちょっとトライミーってあるので押してもらえる、はい、こういう感じ、うん、音が鳴りますね、はい、ボタンを押すと1分間鳴って光るんだっけ、うん、そうだよね。だから歯磨きするときは3回押せばいいわけだね。はい、はい、これはね、完全に子供用になってます。毛先が短いタイプなんで、うん、子さんがスターウォーズ大好きだとかいう方にぜひ、当たってくれるといいなと思います、はい、続いてこちらでございます、うん、これ何かというと、今私が着てる全く同じものですね、はい、スターウォーズザ・ラストジェダイの T シャツになってます、うん、これいいよ、うん、これすごいいいと思う。フォースフライデーで日本でもいろいろもう発売は始まったんだけど、うん、それより前に出てた、ラストジェダイの T シャツになりますね、うん、これレイとフィンとポーダメロでしょ、うん、あと BB-8 も映ってますね、はい、ここに、レジスタンスのマーク、そしてここにスターウォーズのロゴと、フォースフォーチェンジっていうね、ロゴが入ってます、はい、こういう T シャツ、うん、これね、S サイズなんだけど日本では M サイズになりますね、うん、本当はね、キッズ用のラストジェダイの T シャツもあればよかったんだけど、なかったので、うん、申し訳ないですけど、今回は大人用の M サイズ1着のみとなります、はい、続いてこちらですね、海外版ベイブレードバーストのバルトレイク V2 とスプリゼン S2 です。これをそれぞれ1名様ですね、はい、様子がおかしいバージョンって言ってうちらはアメリカから動画出したんだけど、うん、光るんだね、うん、光る。シュートして回転するとドライバーが光る、うん、そういうタイプのベイブレードになります、はい、で、レイヤー外すとですね、こんな風になってます。このディスクとドライバーは専用なので、うん、この2つでしかもうくっつけられないね、はいはい、なんだけどこの上に日本の、レイヤーを装着することはできます、うん、例えばこれギャラクシーゼウスなんだけど、うん、こうやってつけられるね、はい、なのでギャラクシーゼウスで中光らせるとか、うん、そういうこともできるわけだね、うん、ただし日本の大会では使えないのでご注意ください。バルトレイクのレイヤーなんだけど日本のディスクとドライバーに一応装着は可能なんだけど、うん、ちょっと硬いっていうか
うまくはまらないので、これに関してはもう自己責任、うん、やりたければやっていいですけど、ロックが日本のレイヤーとちょっと違うので、うん、なのでその辺だけご注意ください。はい、はい、ということで、これはランチャー付きだね、うん、ライトランチャーみたいな、あんまり使えないかなっていう、うん、ただこのペン自体は日本のランチャーでも、十分シュートできますので、はい、それでやってみてください。バルトレック V2 とスプリゼンス、それぞれ1名様です。はいはい、ということで以上8点をプレゼントしたいなと思います。はい、応募方法なんですけれども、うん、この動画の説明概要欄の方に応募フォームへのリンクがありますので、そこをリンククリックしてください、うん、そうすると応募フォームが出てきます。はい、どのプレゼントが欲しいかチェックしてください、うん、その後に、どのアカウントで応募するか、ツイッターかメールアドレスだけにしたいと思います今回はね、はい、前ね YouTube のアカウントも入れてたんだけど、うん、連絡つかない人がいて、はい、そうなんかもったいなかったんだよね、うん、なので今回はツイッターとメールアドレスのみとさせていただきます、うん、そして日頃の動画のね感想なんかももらえるととっても嬉しいですね。はい、はい、それともう一つぜひお願いしたいのが、マイチャンネルのチャンネル登録できてますか？されてない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてぜひこの動画のコメント欄にも応募したよってコメントいただけると嬉しいね。うん、はい。そして応募期間なんですけれども、うん、今日ね2017年9月4日のこの17時の動画の公開から、2017年9月17日23時59分59秒までとさせていただきます。はい、うん、たくさんのご応募お待ちしております。はい、それとこの動画へのグッドボタンもお願いしますね。どう、はい、ということで今回はフロイドのプレゼント企画の動画でございました。はい、たくさんのご応募お待ちしております。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。